まあ、本拠地福岡ですけど、東京の方はの練習ってどうなんですか？あ、そうですね、こっちは今やってなくて、今は僕兵庫に住んでるんで、そっちの方で自然を相手にトレーニングしてます。それなんで自然の中でトレーニングしようと思うんですか？元がやっぱそのさっき言われたように本拠地というか拠点が福岡だったんで、福岡ってまあ同じように自然が多いところなんですよ。ちょっと外に出たら自然なんで、でその時に鍛えられた足腰っていうのがその時の最強のローキックにつながってたんですよ。東京に来てこっち平坦な道しかないんですよね。だからそこで本当にこう筋肉が動かなくなるような坂道っていうのがなくて、それをずっと求めたら、まあ、そういった感じに自然になりましたね。自然しかねえなと、はい、どういう経緯で宝塚の方にたどり着いたんですか？たどり着いたのはですね、僕ずっと付き合ってた彼女がいて、なんかこういう話するのあれなんですけど、その方のもとに行くというのも一つでした。ちょっとこれあんまかかるとてかこれ彼女が怒られますわこれ。ある意味本当なんですかね、スポンサーですね彼女は。もうそれでいいと。いやちょっと誤解されしないでほしいのが、彼女がもうそれでいいと、あんたがね、チャンピオンを取ってくれたらそれでいいんでっていうふうに言ってくれて、その代わりずっとやるわけじゃなくて、もう短いスパンでしっかり夢叶えて、でそれでその後はしっかり養っていこうと思ってます。自分でそのローキックを、まあ、ものにしたいと思ったのは、はい、理由はあるんですか？やっぱ相手の苦しむ顔を見れるっていうのは一番ローキックですかね。完全に俺の勝ちだよとっていうのを相手にも分からせて、でお客さんにも分からせる、そして自分が楽しむっていうのはそれしかないですよね。まあ、ミドルとかもあるんですけど、正直ミドルちょっときついんですよね、蹴るのは。ローキックでジャージャー追い詰めて、そうですね、リーガーの顔を見るのが快感っていうか、もうその通りですね。はい、だからもうなんかこう痛いっていう風になった時はもう勝ちとは思わないんですけど、よしこれからやなっていう感じですね。もうその時はエースですよね。もうその前っていうのは自分 M でもあるんですよね。だから殴られても結構面白いんですよ。殴られて、おやったなこの野郎っていう感じでなんか嬉しいんですよね。あまり勝ちすぎるといやらしくなりますよね、これね。まあ、いろんな選手が、ね、この階級を背負いたいって言ってますけど、まあなんでお前が言ってんのっていう、そういうところは多々今回の選手の中にもありますけど、でもそれもやっぱり勝ち上がってそいつが勝てば、はい、結果として残るわけだし、そこはちょっとあまり今はまだ僕の立場では言えないですね。ちなみに、はい、なんでお前が言ってんのって渡辺和久、まああれもそうだし、サイが機材も機材ってんじゃねえよと。なんかこの前 K1 のサイド見てたら、おっさんおっさんっていうふうに言われてたんで、ガキンチョが黙ってろと。そこはちょっと言いたかったですよね。僕彼の一回試合見たんですけど、あんまり勝ちすぎないようにしとってくださいね。めちゃめちゃ面白くなかったんで、何言ってんだこいつって思いましたよね。やっぱ見たいのって、まあ、大技もそうなんでしょうけど、そのガチバトルですよね、うん、やっぱ前に向かっていく気持ちっていうのが見せれればお客さんは満足してくれると思います。